あ、見て見て、キツネさん。どうしたのよ、朝からやけにハイテンションね。ほらほら、雪が降ってて積もってるよ。あら、今日はやけに冷え込むと思ったら、昨晩から雪が降ってたのね。あーん。へんへんうひひはい、えほはい。食い意地張ってるタヌキさんなら絶対やると思ったけど、やっぱり雪を食べようとするのね。むみ。家の中にメロン味のかき氷シロップあったかな。タヌキさんがよからぬこと考えないように、夏の間に全部隠しておいたわよ。そんな。とりあえずお腹壊すし体も冷えるから、早くお家の中に入りなさい。それに、久々に降ってる雪を見てたら、ある動物のことを思い出したから、今日はその生き物を解説しようと思うわ。どんな生き物を紹介してくれるのかな？というわけで今回は、シマエナガについて紹介していくわ。シマエナガ？名前だけじゃどんな生き物なのかよくわかんないな。とりあえず写真を見てもらえれば何を伝えたいかわかると思うわ。うわ、何この鳥さん、真っ白で可愛い。そう、今回は変な生き物シリーズの中でたまにやってくるひたすら可愛い生き物をめでようの回よ。つまり私の自己満足回ということね。何そのよくわかんない回。でも全然聞いたことない名前だし、どんな鳥さんなのか僕も詳しく知りたいな。それじゃあまず、シマエナガという生き物を紹介する前に、エナガという鳥を紹介しておくわ。エナガは、スズメ目エナガ科エナガ属に分類される鳥類の一種で、世界中で17種類のエナガの仲間が確認されており、その中の一種類に、シマエナガという鳥がいるということになるわ。なるほど。エナガの仲間のシマエナガってことなんだね。エナガは、どれも全長がとても小さく、12から14センチほど、体重は5から9グラム程度で、この全長は、尾羽を含めたサイズだから、実際は体も小さく、スズメよりも小柄な小鳥なのよ。そんなに小さかったの？何よりもエナガの特徴は、その小ささもさることながら、見た目と名前からもわかる長い尾羽ね。見た目で尾羽が長いのはわかるけど、名前？エナガは漢字にすると、エナガ、つまり、尾羽を柄杓の柄に例えた和名が付けられていて、江戸時代には、エナガ柄杓、オナガ柄杓、エナガ鳥、などなど、とにかく、尾羽の長さにかけた多種多様な名前が付けられていた鳥なのよ。確かに横から見た感じが柄杓っぽくて可愛く見えてきた。全長が14センチなのに、尾羽の長さが7から8センチと体長の半分も占めているからね。このイメージは世界共通なのか、英名でもロングテイルドチットという名前が付いているわ。エナガ科の仲間自体は、ユーラシア大陸からヨーロッパ、中央アジア、日本まで幅広く分布しており、日本の中だけでもなんと5種類のエナガを見ることができるのよ。え、どんな子が日本で見れるんだろう。日本で見れるのはエナガ、九州エナガ、朝鮮エナガ、高麗シマエナガ、それとシマエナガも日本で見れるのよ。やった。それでそれで、どこで見ることができるの？シマエナガはなんと北海道だけに生息するエナガの亜種で、他の場所では見られないわ。北海道、試される大地、ヒグマ。それじゃあエナガについて知ったところで、シマエナガの魅力をたくさん語っていくわ。これは基本的にエナガ科にも共通することなんだけど、普段は平地から山地の林に生息し、たまに木の多い公園や街路樹に泊まっていることもあり、繁殖しない時期には小さな体を寄せ合って木の枝で並んでいる姿がとても可愛らしいのよ。こんなモフモフな子が並んでたら天国すぎるでしょ。エナガと同じく全長は12から14センチ程度で、日本最小クラスの小さな小鳥で、白くてまん丸な体に長い尾羽、真っ白の顔にちょこんとついたくちばしとつぶらな瞳が可愛らしく、他のエナガが黒や茶色っぽい模様が多いのに比べて、シマエナガは頭からお腹まで全部真っ白なのよ。確かにいろんなエナガの写真見せてもらったけど、シマエナガはやけに真っ白だよね。その見た目のキュートさから、別名雪の妖精といった異名もつけられたりしていて、写真だけでも十分に可愛いんだけど、本当の可愛さは動画の方が伝わりやすいと思うわ。これは動く雪見大福だ。そうね、冬のシマエナガはどの角度から見ても綺麗なモフモフの丸いお餅みたいな見た目をしていて、一つの方向から撮影した写真じゃわからないけど、動画ならその丸さがよくわかるわね。でも間違っても食べちゃダメよタヌキさん。ジュルリ、もしシマエナガを一目見ようと北海道に行こうと考えてるなら、林の多い公園に行ってツリリとかジュルリといった鳴き声を頼りに探してみるといいわよ。
鳴き声を確認したい人のために、鳴き声図鑑というサイトの URL も概要欄に記載しておくわね。うん、聞いてもあまり普段の鳥の声と違いがわかりづらいぞ。シマエナガは、この雪玉のような可愛さから、たびたび SNS やネットなどで写真で出回ることで話題になり、2013年頃から、Twitter の普及に合わせて数千、数万規模のリツイートがされるようになり、2019年12月下旬にも、郵便局の前でシマエナガを見つけたという写真が数万リツイートされてたわね。初めて見た人も虜になるけど、やっぱり人を魅了する不思議な可愛さがあるよね。日本のしかも北海道にしか生息していないという希少さからも、国内だけじゃなくて海外の人から見てもその可愛さは通用するレベルなんじゃないかしら。可愛いは世界共通だ。シマエナガは自然に時間をかけてインターネットを通じて人気と知名度を獲得していったけど、やっぱりツイッターでも有名な僕シマエナガのアカウントは語らずにはいられないわね。何このアカウント？このアカウントは趣味でシマエナガを撮影していた方が運営しているシマエナガオンリーのアカウントで、日々シマエナガの可愛い写真、トレンドネタ、面白加工など様々な角度からシマエナガの魅力を伝えていて、2016年から約3年間毎日シマエナガの情報を発信しているわ。いや僕も可愛いと思うけど、さすがに3年も毎日シマエナガだけってちょっとマニアックすぎて、そんなに知名度ないんじゃないの？現時点で約16万フォロワーもいるのよ。ポカーン。どれぐらいすごいかというと、北海道の旭川市旭山動物園公式アカウントでも17万フォロワーだから、一つの動物園並みの人気を一つの生き物だけでかっさらっている感じね。多分ネットでシマエナガを知ってる人で知らない人はいないレベルなんじゃないかしら。この人の活動もすごいんだろうけど、シマエナガのパワー恐るべし。でもこれだけ可愛いならもっと近くで観察したいな。キツネさん、キツネさん、シマエナガって飼うことはできないの？これだけ可愛ければ飼ってみたいという気持ちが湧いてくるのは普通のことだけど、日本では野鳥の捕獲やペット目的の飼育は鳥獣保護法で禁止されてるから。捕まえたら自分が捕まる。いつも言ってるけど、これだけは覚えておきましょうね。ちなみに鳥獣保護法では登録制の狩猟制度があり、期間限定や免許所持など条件付きで一部狩猟が認められている野鳥もいるけど、この制度でもシマエナガは対象外だから無理ね。法律の壁には抗えない。でもさっきも説明した通り、北海道なら割とポピュラーな鳥だから、林の多い公園、神社、緑地などを双眼鏡を片手に散策していればきっと出会うことができるはずよ。みんなは寒くて羽毛を膨らませたモコモコの姿を見たいと思うから、その姿を見るなら極端に寒くない日の12から2月がおすすめで、3月の暖かい時期になると遭遇率は下がるわね。寒いけどシマエナガちゃんに会いに行くなら頑張るしかないか。そんな寒がりタヌキさんにはバードウォッチングカフェがおすすめよ。むむ、バードウォッチングカフェ。これは北海道千歳市蘭越にある野鳥観察しながらお茶を楽しめるコンセプトカフェで、寒さに耐えながらじっと待たなくても屋内から目の前の野鳥の巣箱に来る鳥を観察できるのよ。お、これなら温まりながらシマエナガちゃんが。と言ってもこれも野鳥観察だから結局来るかどうかは運次第だし、目の前で野鳥を見れるカウンター席も人気が高いから、そこは注意しておかないとね。うーむ、北海道に行けばシマエナガちゃんは見れるかもしれないけど見れないかもしれない。果たしてお金をかけていくべきかどうか。熱心なファンはシマエナガを見に行くためだけに県外から北海道にやってくる人もいるみたいだけど、可愛いから近くにグッズだけでも置いておきたいという方に朗報だけど、シマエナガグッズは山ほどあるのよ。や、山ほど。まず先ほど紹介した僕シマエナガさんからは写真集卓上カレンダーが出版されていて、高画質の可憐なシマエナガの姿を楽しむことができるわね。このシリーズで写真集があるような動物ってこれまでハシビロコウぐらいしかいなかったような。他にも別の方がキーホルダー、スマホケース、ポストカードを出しているのもあれば、有名なクリエイターさんだとピヨ手帳というクリエイターさんがシマエナガの雑貨を多く制作しており、メモ帳、マグカップ、トート、シャツなどなどありとあらゆるゆるかわグッズを出してるわね。グッズの多さは熱心なファンが多い証拠だから、直接シマエナガを見に行くことができないという人は身の回りにたくさんグッズを置けば
多少は満足感が満たせるんじゃないかしら。変な生き物チャンネル。以上がシマエナガについての紹介よ。はあ、ため息が出るほど可愛かった。キツネさんに教えてもらった本とかグッズをこの後買おうかな。見れば見るほど可愛さに引き込まれる。可愛い鳥の中でもシマエナガは格別の存在に感じるわね。それとさっきもいろんなシマエナガの作家さんたちを紹介してきたけど、実は2020年の2月7日から18日にかけて魅惑のシマエナガ展3というのが開かれるのよ。え？何それ？これはシマエナガが好きな作家さんが集まっていろんなオリジナルのシマエナガグッズを展示する。2年前から年に1回開催されている展覧会で、東京高円寺にあるカフェギャラリーで開かれてるのよ。ここに行けばたくさんのシマエナガグッズに会える。開催期間中はカフェからもシマエナガモチーフのオリジナルコラボフードが出される予定みたいね。まあ大きな同人イベントのようなものじゃなくてカフェで開かれているものだから、気になった人は概要欄に公式ページや場所を記載しておくから、少人数でフラッと立ち寄ってみてね。キツネさん一緒に行こうよ。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もやってるのでそちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。